ちょっとまさか自分たちが呼ばれると思ってなかったんで、だいぶ痺れましたね。いや、久々に感情あらわにしてる相方見たんで、あ、人だったんだな、まだ人だったんだなっていう、ずっと人だよ、人だよ、安心感が初めてありました、ね、ずっと人。でもちょっと思わず声出ました、本当に。名前呼ばれると思ってなかったんで、すぐ嶋佐さんと、ニューヨークの嶋佐さんと抱き合いましたとりあえずメンバーなったんで、念願の、とりあえず出続けて、まだまだ力不足なんで、力つけながらトップ3目に食い込めるように頑張りたいと思います。だそうです。いや、なんか言えよお前。僕がね、引っ張っていきますから。引っ張られていきますから、引っ張ってください。よろしくお願いします。お願いします。本当トップ5にやっぱり選ぶっていう、やっぱりその皆さんの度胸を感じましたね。やっぱり横夏を選ぶって相当の度胸やっぱりある。そしてやっぱり私も本当に祈りに祈ってましたし、本当皆さんと意思疎通できたなってすごく嬉しいです。だからみんなお友達っていう感じですよね。もうお客さんほど大好きな人はいません。本当に大好きですって言うとちょっとなんかねえ、ちょっとダメ、伝わってないかもしれないけど、本当今日もね、可愛い人ばっかりだったんですよ。だから本当やっぱり可愛い人にやっぱり受けるとすごく優越感ありますよね。だから本当に本当やっぱり無限大は可愛いお客さんしか来ないで有名ですから、ぜひね、みんな可愛くなって無限大に来てください。ありがとうございます。何言ってんの、何言ってんの可愛くなってって、何言ってんのマジで。可愛くなって、下上から。まあ正直本当に悔しいですね。トップ5まで残ってあと一歩のとこだったんで。まあ、まあね、本当戦う前に、はい、同期のジャングルポケットぶっ潰してやろうという宣言はしたんですけども、はい、惜しくもね。惜しくもまだまだ力の差がね。いやーでも。近づいてきてます、うん、だからもう今年一年は本当勝負ですよ。そうですね。もうひっくり返すぐらい、あ、やつらはまだチャンスは全然あります。ひっくり返してでも毎日チャンスですから、言ってもチャンスは毎日続いてます。なんとか何かしら引っかかってもテレビに出たいと。そうですね、うん、僕らやっぱ露出が少ないんでね、テレビで。キングオブコントにしてもザ・漫才にしても何かしら結果を残していきたいなと思います、うん、基本打倒ジャンポですね。本当にネタをもう作りまくると、はい、それだけです。何こらた心ジェレーズ。まあとりあえずホットというか、はい、が一番ですかね。残って当たり前みたいな雰囲気やっぱ周りからそういうのブンブン伝わってきたんで、まあ、あの5組発表された時に俺らだけ完成ない時はちょっと膝震えたけど、膝震えましたね。この1年間無限で背負っていくんだっていう気持ちで胸いっぱい、はい、正直一気に正直レベルは下がりますよ、うん、9期から10期がいなくなるということで。レベルは下がりますか。でもなんかね、俺はね逆に今日見てて知らない組とかもあったんですけど、なんかでもやっぱパワーあるじゃないですか若手の。だからなんかすげえ1年いけそうだなみたいな、そういうの見えましたけどね。なるほどね、はい、斉藤さんの意見を打ち消しての今なるほど、僕はね、僕はね、どういう感じなのかっていう、うん、楽しみですね。楽しみ。逆に初めて絡むご飯結構いるんで、だからうちだからね、トップというか一番上のキーになるけど、面白くなかったら、ね、全然言ってくれて構わないというか、俺もう全然挑戦してこいよという気持ち。やってやるよ。声も入んのこれ。あ、そうですね。めっちゃうるさかった今。終わった直後ですけど、感動はね、やりましたよ、本当に厳しい大会でした。あ、くそ、え、くそって言うてすごい嬉しい。ありがとうございます。あ、やっとれた。ありがとうございます、本当に。まあまあ、そうっすね、やっとね、本当にずっと欲しかったです、このジャケットが。いや、一回僕らイーストまで行って落ちてもうて、このジャケット手放したんですよ、はい、で、久しぶりに戻ってきたら星が2個ついてましたわ星が2個今後ね、我々ニューヨークが無限大ホールをぶっ壊しますよ。ぶっ壊したんかよこれ今本当にお笑い不況、うん、言われてるかもしれませんけど、うん、今一度、うん、僕らが無限大ホールを盛り上げて、うん、そしてこの無限大ホールからお笑い界全体を盛り上げていくことを誓いますか。いや、なんで聞くのよ誓いますか。ちょっと芸風が変わりましたね、トップになってから丁寧にボケるようになりました、嶋佐が
いやでもほんまにもう一つのトップがジャングルポケットさんなんで、だいぶ先輩ですし、活躍されてる方なんで、ちょっと僕ら負けないように、あのこの1年で僕らちょっと成長して、なんとか無限大の看板にふさわしい芸人になるよう頑張りますよ。まだまだ本当にね、これで全然安心せず満足せず、うん、そうね、本当にこれからももっともっとね、まだまだ実力も人気も足らないと思うんで、はい、この1年で頑張ります。嶋佐和也はまだまだ爆心します。ちょっと芸風がコロコロ変わりますね。不安ですけど頑張ります。はい、はい、はい。